駅改札周辺プラットフォーム、渦政天神川駅は、京都府京都市右京区渦政下さ業部長にある、京都市営地下鉄東西線の駅である。駅番号は、T17。東西線の終着駅である。京都市営地下鉄の駅としては最も西に所在し、かつ、右京区では、初の地下鉄駅である。大池通と三条通りが交差する、三条。 お池交差点と天神川通りと交差する天神川お池交差点の間のお池2の地下に一致している。東西線の駅は駅ごとにステーションカラーが制定されており、当駅のステーションカラーはレモン色である。京阪電気鉄道京神線の大半の列車が当駅まで乗り入れる。当駅の開業に伴い、従来から付近に付設されていた京福電気鉄道嵐山本線に、 ランデン天神川駅が、同駅と隣接する位置に新設され、同年3月28日に開業した。両駅は乗り換え駅として機能しており、京都市内の中央部や滋賀県を打つ市などから嵐山、佐賀野への公共交通による交通利便性が高まった。なお、同駅の設置に伴う事業費の大半は、京都市が負担している。ランデン天神川駅歴史も参照。 当駅については、駅付近を通過している街路名から取った天神川駅が過小となっていたが、駅名を決定するにあたり地元要望にも配慮がなされた。なお、2007年2月に行われた駅名の公募では、1位が天神川で51%、2位が地域名への渦政で12%の得票であり、その両者を合わせた形となった。地下1階にコンコース、 地下3階に島式ホーム1面2線があり、ホームドアが設置されている。地上出入り口は4箇所あり、エレベーター及び階段が設置されている。改札口は、コンコース西寄りにある、3番出入り口へ通じる、エスカレーターと階段の正面にある。券売機は、改札口に向かって、左側に設置されている。トイレは、改札内コンコースの東端にあり、男女別、車椅子対応である。 東西線の列車より編成が短い、京阪京神線に直通する、琵琶湖浜大津行きの列車は、ホーム西寄りに停車する。改札前には、バスロケーションシステムがあり、路線バスの現在地の目安が表示される。日中は、片方の乗り場に6地蔵行き、もう片方に琵琶湖浜大津行きを停車させるダイヤになっているが、どちらに、どの系統の列車が停車するかは時間帯によって、 異なる。2019年度の1日平均乗降人員は18,601人である。開業以降の1日平均乗降、乗車人員は、下表の通りである。三層京手前の線路は、蘭電嵐山本線で、右翼は、蘭電天神川駅3番で入り口。左側は、京福電気鉄道嵐山本線の、蘭電天神川駅あたり駅の設置に合わせた。 事業により、右京区の新たな拠点となる市街地再開発施設として、行政棟と分譲マンションで構成される三差右京が、駅地上部に建設され、京都市交通局本庁舎及び、右京区役所、福祉事務所、保健所などが移転入居した。また、地下の自転車等駐車場は2008年3月1日から、共用を開始したほか、京都市右京中央図書館は、 同年6月30日に開館した。駅の東部は国道162号と大池2が交差する天神川大池交差点である。駅前広場のバス乗降場あたり駅開業に伴い、京都市営バスは2路線を新設、既存6路線を当駅を経由する、要経路変更、または延長した。AAB 乗り場はバスターミナル内にあり、 3番で入り口で連絡。C 乗り場は、大池通にあり、4番で入り口で連絡している。ABC、ラン,ン天神川駅が、開業日はご方面へ便利に、日本経済新聞、ソネサトル、週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄4号京福電機鉄道、永山電鉄、佐賀の観光鉄道、京都市交通局、 朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年4月3日、22から23ページ。京都市営地下鉄道財政建設記録第3回2条、渦政天神川館2008年発行、AAB 京都市交通事業白書令和元年度版54ページ。 ABCDE 京都市交通事業白書平成23年度版。ABCD 京都市交通事業白書平成27年度版67ページ。京都市交通事業白書平成28年度版57ページ。京都市交通事業白書平成29年度版57ページ。京都市交通事業白書平成30年度版53ページ。ありがとうございます。